0歳児の運動遊びだよ。どんな遊びが出てくるかな。それでは行ってみよう。ではすみれさん、今日はたくさん体を動かして遊ぶよ。やったじゃあまずはじゃあ、ね、ここでね、はいはい、よーいどんするよ。よーいどんだぞ、いいかな、いくぞ、いくぞ、ついてついて、よーいどん。今日の0歳児さんの運動遊びなんですけど、はい、狙いは何ですか？
室内でたくさん体を動かして遊ぶっていうことと、あと運動遊びを通して子どもたちに体の使い方を学んでほしいなと思って活動を設定しました。なるほど、はい、そしたらじゃあ、はい、お家で体を動かす遊びをするときに何か気をつけた方がいいこととかってありますか？はい、はい、そうですね、家具にぶつけて怪我をしちゃったりっていうケースがみまんじさん特に多いので、のできる限りこうスペースを確保してあげるっていうことと、あと床におもちゃ散らばってないかなとか、物落ちて危険がないかなっていうことだけ確認してあげたら良いかなと思います。じゃあ最後に、お家でもできる、はい、こう簡単なこう運動遊びみたいなのってありますか？はい、今日も一番最初にやったハイハイの運動は特に何も必要がないので、うん、お家の方も一緒にハイハイやってあげて、子どもの目線になることで子どもも喜んでやっぱり動きが大きくなるので、一緒に楽しく遊べると思います。なるほど、はい、とかあとお山マットも今日あったのだと、お家にある座布団を重ねてあげて軽い傾斜のある山をしてあげると喜んで登っていったりするので、すごく体を動かせると思います。なるほどね、はい、じゃあみ先生、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。